はいはい、ピース君、検査級合格、その39、はい、キャッティング紙に貼り付けています。いろいろな、産休、二次面接、YouTube、動画、ビデオ、はい、何でも見て自分でやってくださいね。うん。ここまで来たら、受かってるんだから、やり直す。うん。ちゃんと手間を惜しまず、頑張ろう。はい、注意事項。注意事項って言ったら、うん。まず、面接カードありますね。面接カードね。面接カードで、解説書には、ちゃんと、リスニングの英文も意味も、まあ、書いてありますが、実際には全部口で聞くだけです。4級には面接なかった。3級が初めての面接ですね。はい。だけど、全部口で1回だけ言われるわけです。はい。音読するとき、ゆっくり読んでいきましょう。ゆっくりめで大丈夫。はい。で、問題は何かというと、タイトルを忘れない。そして、問題読み終わったら、OK, question number one と言われますから、それも why と聞かれる。だから because で答える。why と言われたら because で答えるわけです。あ、そうか。それでいいんかと。うん。だから、うん、そこを忘れないわけです。ちゃんと忘れないように、意識しましょう。次はイラストを見てください。はい、ここではいくつのなんとか、はい、how many って聞いてくるわけです。はい、だから誰がいくつのなんとかを、持っていますかなど。あ、そうか。そしたら、he has two suitcases.、うん、誰が、彼が、he has two suitcases. とか答えたらいいわけです。はい、次、うん、次は、何をしているところですか?何をしているところですか?ですから、現在進行形ですね。現在進行形で、she is なんちゃら。she is buying なんとか。だいたいカラー印刷ですから、she is buying a newspaper とか言ったらいいわけです。どうしてもわからんかったら、she is buying something. 何かを she is buying something. と言ったら減点が少なくなります。うん。次は、ナンバー4は、自分の答えですね。はい。自分の答え。はい。で、あなたはどこへ行きたいですか?あなたはどこへ行きたいですか?はい。そうしたら、I'd like to なんちゃらなんちゃらと答えたらいいわけです。うん。あなたは大抵何をしますかというのがあったら、ナンバーフォー、あなたは大抵何をしますかだったら、私は、約6時間眠りますとか、なんか答えたらいいわけです。ナンバーファイブ、
Number five. あなたは、何とかをするのが好きですか？だったら、Yes と答えたら、もっと、言ってください。で、私は、No ですと答えたら、あなたは、何をしたいですかとか聞いてきます。そうすると、I'd like to go to the beach とか、I'd like to go shopping とか、なんかそういうことを一つ一文で言ったらいい。あ、そうか。一文でいいんか。うん、そうですね。うん、まあ、なんか、なんとかしたいっていうとき、私はラーメンを食べたい。ラーメンは英語じゃないですから、言うとしたら、うん。I'd like to eat ラーメンヌードル。ラーメンヌードル。ヌードルとか、I'd like to eat そばヌードル。そばヌードルとか、ヌードルっていう言葉を言ったら、完璧に点数がもらえます。いいですか？はい。過去問をずっと声に出して音読してみよう。音読、音読、音読。はい。です。やり方は音読する。はい。ここまで来たんだから受かってしまいましょう。はい。じゃあ、頑張ってください。Good luck.